だがヒトラーにもとっておきの切り札がまだ残っていた。長年の夢の結晶、報復兵器 V1 である。6月13日ヒトラーは無防備のイギリス本土に向けて恐怖のボタンを押した。午前4時5分、イギリス側は轟音とともにドーバー海峡を渡ってくる無人機を発見。闇雲に対空砲火を撃ち続けた。V1 はロンドンの上空に侵入。午前4時18分、ロンドン市内のスワンズコムに落下。これこそ連合軍のノルマンディ上陸に対するヒトラーの最初の報復だった。報復兵器は日曜日の教会に集まっていた市民の命も一瞬にして奪った。ヒトラーの憎しみが敬虔な祈りを捧げていた200人の善良な人々をも血祭りに挙げたのだ。V1 を食い止めるため対空砲火部隊が海岸線に結集した。効果的な V1 攻撃のためアメリカで開発された高速飛行物体攻撃用レーダーが活躍。対空砲火を逃れ海岸線を突破した V1 に対してはイギリスのジェット戦闘機ミーティアが迎え撃った。また爆撃せずに V1 を墜落させる方法をあるパイロットが偶然見つけた。戦闘機の翼を V1 の翼の下に接触しないように潜り込ませ、それからゆっくりと機体の翼を持ち上げる。すると V1 のコントロール装置が狂って落下するというのだ。戦闘機をも振り切った V1 はどうするか。気球で待ち伏せし、それに体当たりさせることにした。思わぬイギリス軍の反撃にあってヒトラーの V1 攻撃はいつしか下火になった。しかし喜ぶのはまだ早すぎた。連合軍の V ロケット基地に対する猛爆にもかかわらず、1トンの爆薬を積み高度8万メートルをマッハ4で飛来するロケットが再びロンドン上空を脅かし始めたのだ。恐怖の V2 ロケットである。もはやイギリスにはこれを食い止める手立てはない。 V2 は一体どこからやってくるのか。ヒトラーはまんまと連合軍の裏をかいていた。
ロケット基地は発射後数時間のうちにかき消えてしまう移動基地となっていたのだ。アップストーブ、アップストーブ撃撃。イギリスを救う道は果たして残されているのだろうか。